石橋光博さん,道博さん私はただいま可決されました消費者契約法および独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案、および法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、および国民民主党新緑風会の各派共同提案による付帯決議案を提,案提出いたします。 案文を朗読いたします消費者契約法および独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案および法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する付帯決議案政府は両方の施行にあたり次の書店について適切な措置を講ずるべきである1法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律不足第5条の検討にあたっては 国会における審議において、実効性に課題が示された点について検討し、必要な措置を講ずること。その際、不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等関係者を含む、多様なものの意見を聴取しつつ、検討を進めること。二、円滑な法運用を可能とすべく、法施行後、政府は速やかに行政措置の基準を示すとともに、 配慮義務の内容についても具体例を示すなどして周知すること、また、配慮義務規定に定められた自由な意思を抑圧し、適切な判断ができない状況等の具体例について、継続的に事例の収集、分析を行うこと、3、効果的に取消権の行使や配慮義務規定の活用ができるようにするため、政府は法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案以下新法という、及び 消費者契約法改正案の国会における審議を踏まえて、その解釈について十分な周知をすること。四、新法が寄付勧誘の不法行為該当性に関して、これまで裁判所で示されてきた解釈を限定する趣旨のものではないことを確認し、周知徹底すること。五、禁止行為の違反に対する法人等への勧告命令を実行あるものとするため、罰則の適用にあたっては、 実行者のみが制裁対象となることがないよう、量罰規定を設けた趣旨を踏まえ、新法の規定内容、趣旨について、関係機関等に対して周知すること。6、悪質な勧誘行為を受けたことにより、取消権または債権者代意見を有している者が、実際にはその取消権または債権者代意見を行使することができない事態が生じないよう、法テラス等においてきめ細かな相談体制を構築するとともに、 相談体制の整備にとどまらず、権利行使の実効性確保に必要な支援措置を十分に講ずること、その上で活用状況の確認をしつつ、必要な措置を講ずること、七、親権者が寄付をしている場合には、未成年の子が債権者代意見を行使することは困難であることから、未成年者の子の援助を充実すること、八、霊感商法等の悪質商法への対策検討会で示された家族による財産保全、 または管理の制度について、現状や課題を把握し、必要な検討を行うこと。9、国は法人等からの不当な勧誘により寄付をした者の等の実効的救済を図るため、日本司法支援センターを中核とする関係機関および関係団体等相互間の連携を緊密に図り、包括的な支援体制の整備、強化およびその周知広報を徹底するとともに、償還免除の拡大、 給付制の導入、常勤弁護士や契約弁護士の積極的活用等を含め、民事法律扶助制度の充実、強化や、これを実現するための日本司法本資本資本支援センターの人的・物的体制の拡充に向けた検討を進め、必要な措置を講ずること。十、親族間の問題、心の悩み、宗教二世を含む子どもが抱える問題等の解決に向け、法的支援にとどまらず、 心理専門家によるカウンセリング等の精神的支援、児童虐待や生活困窮問題の解決に向けた支援等を一体的、迅速に提供するなどの支援体制を構築すること、成人した宗教二世についても、親子間の葛藤や心の悩み、就職等も含め、社会参加の困難性を抱えていることから、同様の支援や就労の支援等の支援体制を構築すること。 不当な勧誘行為によって、すでに多くの被害者やその家族が困窮している現状に鑑み、新法の適用外となる被害者等に対する支援について検討し、必要な措置をできるだけ速やかに講ずること、また、被害者等を支援する団体や困惑からの回復を支援する団体に対する支援についても検討し、措置すること。円滑な法法運用を可能とすべく法施行後政府は速やかに 国会での答弁内容を含めて、条文解説、Q、Q&A などを作成し、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県および市区町村における消費者行政担当者等に十分周知し、ホームページ等において公表すること、また、禁止行為の違反に対する行政措置については、当該措置が十分に機能するよう、体制を整備すること。行政措置を導入して 民主ルールと相まって被害の防止、救済を実現しようとする新法の意義や配慮義務、その他の規定に係る新法の成立過程における国会での議論も踏まえて、第208回国会における付帯決議で求められた消費者契約法の消費者法令における役割を多角的見地から整理し直した上で、既存の枠組みにとらわれない抜本的かつ 網羅的なルール設定の在り方についての検討を進めること。14、消費者契約法第40条により、独立行政法人、国民生活センターおよび地方公共団体が、的確消費者団体に対し提供する消費者紛争に関する情報を内閣府令で定める際には、消費者取引に関連する幅広い情報が提供できるよう検討すること。15、独立行政法人、国民生活センターは、 独立行政法法人国民生活センター法第42条第2項による公表について、消費者被害の拡大を防ぐため、事業者の名称を迅速に公表することができるよう、体制を整備すること、16、地方消費者行政の体制の充実、強化のため、恒久的な財政支援策を検討するとともに、消費者行政担当者および消費生活相談員に対する研修の充実、 消費生活相談員の処遇改善等による人材の確保その他適切な施策を実施すること右決議する以上でございます何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げますただいま石橋さんから提出されました付帯決議案を議題とし採決を行います本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います 前回一致と認めますよって石橋さん提出の付帯決議案は、全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。なお、ただいまの決議に対し、河野内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。河野大臣 ただいまご決議いただきました、付帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと思いますなお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。 継続調査要求にに関すする件についいてお分かりいたします消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。なお 要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします、えー。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。えー、ご異議ないと認め、作用取り計らいます。 本日はこれにて参加いたします。